イモリウムを作る前編。毎度亀次郎です。ご視聴ありがとうございます。イモリウムをね、今作っておりますけれども、今回はレイアウトの手前までご覧いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。それじゃあどうぞ。